はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は皆さんの大好きな職業を使っていこうと思います。そう、バトルマスターですね。おそらく、オフラインをプレイしてる8割方の人が、今、バトルマスターにしてるのではないでしょうか。俺も今、バトルマスターにしてます。強い敵の時には踊り子の方が、パーティープレイでは役に立つだろうなっていうのは思ってます。でも実際今現状で強い敵ってそんないないんですよ。なので楽なバトルマスターこれにしてますね。で皆さん装備バトルマスター何をつけてます？俺は、大体この2つなんですよ。西王の剣と星屑の剣、これを1本ずつつけてる感じですね。で、これ星屑を2つつけた方が強いのかなとも思います。ルカニをね 10% で発動するんだけども、2つ装備して、天下無双を打つと 20% になるのかなって、まあ、そこはちょっと謎なんですけどね。実際やったところあんまり体感的には変わらないので10% のままなのかなとも思います。やっぱりルカニがかかるっていうのがすごく優秀ですよね。まあドラゴン系では、20% ダメージが増える聖王、これを2つつけるとかなり強いですね。うん。で防具はスパイクを2つつけて、体下は鉄ですね。うん、まあ何も装備しなくてもいいんでしょうけども、素早さが上がりすぎないようにしてます。うん、素早さを上がりすぎると、一番最初に行動してしまうので、わざと素早さを下げてます。はい、こんな感じですね。で、今日はゴールドマンマックスに挑もうと思うんですけども、ゴールドマンマックスの時って装備これが良くないですか？聖王のハンマーですね。まあ、パネルをちょっと入れてきたので、攻撃力もほぼ変わりはありません。まあ、魅力とか MP は下がるけどもね。両方とも聖王ハンマー。どうでしょう？これ特殊能力で物質系にダメージプラス 20% なんですよ。これで叩くとかなり早く倒せるのではないでしょうか。ちょっとこれでね、今日は試してみたいと思います。それでは行きましょう、ゴールドマンマックス。あ、主人公もテンションマックスなるか？あ、なったね。なってしまった。そうか。で、素早さを主人公が上げすぎないので、フーラを一番最初に動かすことができてますね。最初から風切りの舞で攻撃力を上げていく。こんな感じですね。なんか風切りって、オンラインでは、あれなんでしょう？バイキルトなんでしょう？バイシじゃなくて。それいいですよね。もうバイキルト一発目にかかるって素晴らしいと思います。で、天下無双がやっぱりいいよね。プレートインパクトとかじゃ多分そんなにダメージもいかないと思うんだよな。まあまあ天下無双で、テンションマックス、攻撃力1段階アップでどれぐらいいく？あ、結構いくな。3000。嘘、必殺技レベルで強いね。あ、ちょっと今回は主人公をいっぱい攻撃させたいので必殺技はちょっと使わずに行こう。いや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 、これ西欧ハンマーで叩くとむちゃくちゃ強いね。ちょっと一括でひるませときます。いや、びっくりした。で、風切りで2段階目でしょ。え、これでいくともっといくよね。あ、でも気になったのがあれだよな。ドラムクラッシュ。物質系の敵に威力を発揮する、攻撃なんだけども、どれぐらいいくだろう。いやいやいや、これは、絶対こっちでしょ。こっちの方が絶対強いよね。まあ、後でちょっと試してみよう。まず天下無双を、バイキルト入った状態でいきますと、バカ強い。3700いく。マジで。これ鉄鉱山売って、ルカに入れるともっといくよね。
これはいきそうだな。鉄鉱山入れてみようか。特技で。あれ、あ、斧か。斧だったか。お何装備してんだよ、俺。鉄鉱山。はい、ルカに。で、これはまあ別なんでもいいか。うん。あ、やばい。フーラナイス、いいね、いいよ。ここはキラキラポーンを入れときましょうかね。装備変えてキラキラポーンを入れていって、もうちょっと主人公でね、ダメージを与えてみましょう。いや、すごいわ。バイシオンで2600で、バイキルトで3700、すげえ。で、これでドラムクラッシュもやってみようか。どれぐらいいくだろう。いや、いかんいかんいかん。いって2000ぐらいじゃない。3000いくの。そうか、やっぱ物質系にはやっぱ弱点となる攻撃をしていくとだいぶ強いんだね。いやー、これはね、驚きです。そこまでいくか。はい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 。転ぶでしょ。お、転ばない、やるね。はあ、まあまあまあ、とりあえず天下無双で攻撃していきましょう。いや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 、テンションマックスじゃなくても全然強い。ああ、これ両手ハンマーでもこれ全然ありですね。両手ハンマーでもむちゃくちゃ強い。しゃあ、あ、倒しちゃった。強っ。やっぱバトマスいいね。無難に強い。はい、ということで戻ってきました。今日ね、バトマスでハンマーつけて戦ってみたけども、やっぱこのね、両手持ちっていうのがすごい強いね。うん、弱点属性のやつを入れていくと本当にバカみたいに強い。普通の攻撃が必殺技だもんね。まあ、ただ必殺技が弱いっていうのが、うーん、バトマスのちょっと弱点なのかな。まあ、ギガブレイクそこそこ与えれるんだけども、多分あれだよね、天下無双を打った方が、1体の敵にしてはダメージを与えると思うので、なんか強い必殺技がね、実装されれば、あ、次のダウンロードコンテンツでは来るのかな。そうするとだいぶ良さそうね。でも今まで俺剣を両手持ちにしてて、他はないだろうなと思ったけども、ハンマー両手持ち、これも全然強いね。全然強いです。うん、やっぱりバトマスは両手持ちが間違いないみたいです。うん、まあ、こういうね、両手剣なんかはあんまり使わないと思うんだけども、まあまあ使い道があれば、はい、やってみようと思います。まあ、とにかくやっぱりバトマスは間違いないね。間違いなく無難に強いので、皆さんも使いやすいかと思います。まあ、次のね、ダウンロードコンテンツどうなるかは分かりませんけども、今は本当に使いやすいのでおすすめです。はい、ということでまたやってみます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。